このシャグ両者いただきましてありがとうございます。佐賀の一号、富士7本発のトロットの亀岡駅でございます。全車は座席指定となっております。お待たせいたしました。次の停車駅はトロッコ嵐山、次はトロッコの嵐山駅に停車をいたします。次の停車駅トロッコ嵐山からは佐賀の散策コースの起点となっております。まもなくトロッコの嵐山駅でございます。トロッコの嵐山駅ホームが短くなっておりまして、前の車両1号車と2号車はホームから外れましてトンネル内に停まります。ドアが開きませんのでよろしくお願いいたします。嵐山トロッコ嵐山駅でございます。どうもちろん整備員よく確かめられまして所定の場所にお座りください。ご覧ください左側海岸の山が嵐山でございます。この列車は景観の美しいところで時々止まっていきますのでどうぞごゆっくりご覧になってください。対岸の山が嵐山、その下に立っております建物嵐山温泉でございます。台湾的旅客你好，欢迎乘坐晴空风轮眼浪漫小火车。Hello everybody, welcome aboard the Saginaw Tram for our romantic train ride on the western edge of Kyoto。お客様、今ですね、列車徐行しております。前に鹿が走っております。メスが走っておりますから徐行しております。列車ただいま本当に笑っております。鉄橋の上でございます。鉄橋の上で少々でございますが止まりますので、どうぞ本日橋の景観ごゆっくりご覧になってください。この鉄橋を渡りますと、これより保津川は右側に変わります。トンネルを出ますとトロッコの保津峡駅に到着いたします。トロッコの保津峡駅から車内に主天道寺と申しまして、その昔大山に住んでおりました鬼が車内サービスに回ってまいります。まもなくトロッコの保津峡駅でございます。トロッコの保津峡駅からはハイキングコース、登山コースとなっております。それではね、先ほどご案内いたしました大山の鬼主天道寺がトロッコに乗ってるはずでございますので、鬼の声をちょっと聞いてみたいと思います。鬼さん、どうぞ。お客様おはようございます。早朝よりたくさんのお客様に乗っていただきまして誠にありがとうございます。私、主天道寺と申します。京都の鬼の坂峠に祀られております。また写真も焼きよけ、ストーカーよけ、災害けだと言われております。よろしかったら女性の方1枚お撮りください。
番長いトンネルに入ります。トロッコ列車ご乗車いただきましてありがとうございます。まもなくトロッコの亀岡駅でございます。トロッコの亀岡から保津川下りの船にご乗車のお客様は駅前からバスまたタクシーが出ておりますのでどうぞご利用くださいませ。それではね、最後に車掌お礼に一曲歌っていきましょうか。今日はね、頑張って試飲をやります。13夜、人中の里、行きます。